今回の森友問題はですね、森友事件はですね、もう何と言いますか、安倍昭恵夫人にスポットを当ててみたいと思うんですよ。で、もともとといえば安倍昭恵さんがこれ森友問題に関わって、そこで名誉校長になって籠池さんに、まあ何て言うんですかね、まあ暗黙なのかもしれませんけども、まあいろいろと便宜を加えたところで大幅な土地の値引きがあった、まあ、それを見つけられて問題になって、その問題をご破産にするために安倍昭恵夫人が、まあ、名誉校長っていう座をですね退いて、で籠池さん一人に責任をなすりつけて、しかもその責任のなすりつけ方が変なんですよね。だって値引きをしたことが問題なのに、籠池さんは全然別のことでですね、助成金の不正入手ということで、まあ立件されて、しかもそれがいつの間にか詐欺罪になったというね、そういうことになってるわけですよ。まあ細かく話すとちょっと長くなるんで私も言いませんけども、まあ何にしてもね、安倍昭恵さんが関わったらもう全てねめちゃくちゃになるみたいな感じになってきてます。で、安倍昭恵さんってのは公人ではなくて私人ですから普通の人なんですよ。ただ総理の夫人ということでね、それなりの圧力はあるんですよ。公には私人と言っても、そうは言っても普通の人のように、うん、振る舞うこともできませんし、受け止めることはできませんよね。安倍昭恵さんになんかね、不利なことをしたりとか、便宜を図らなかったら、それなりに制裁があるだろうと考えちゃうのが、普通の人の気持ちですし、安倍昭恵さんに気に入られれば、総理との覚えもいいんではないかなっていうふうな下心があるのも、人の気持ちだと思うんですよ。そういうのを考えて、安倍昭恵さんは行動しなければならない、総理夫人としての責任が私はあると思いますんで、ここに書いてますけどもね、財務省の、例の赤木さんですね、亡くなった方、あの方が亡くなったという報道があったその夜に、まあ、2時のワイドショーって書いてますよね、14時台のワイドショーで大々的に取り上げられたわけですよ、その職員の自殺ってのが。その日にですね、安倍昭恵さんは自分が関わっていたこと、そのまさにね、自分が中心に始まってきたことの中でお亡くなりになったから出たのに、神田うのさんと飲み会かなんかに行ってるわけですよ。パーティーに出かけてる、芸能人のパーティーに出かけていって、イエーイって記念写真撮ってるわけですよ。いや、さすがにこれはね、やっぱ人の感情としては認められないかなと思いますよね。確かに違法行為をしてるわけではないですよ。ここが大事なんですよ。違法行為はしてないけども、真偽にもとると言いますかね、私たちが共通理念で持ってる、そんなこと常識的にしちゃダメでしょうみたいなところに、まさに食い込んでるわけですよ。でも法律で追及するそういうところは全くないわけですよ。だけど私たちは法律を守っていけばいいんですかね。法律ってのは最後の最後、最低限守ることであって、じゃあご飯を食べる前に手を合わせていただきますっていうのは別に法律違反じゃないですよ。でもそれをしなかったことによって、私たちはこの人人格的にどうなのかなと思っちゃうところもあるでしょうし、失言がされてないな、どんな家で育ったのかなと思っちゃうところもあるわけですよ。まあ、ですんで挨拶したり、そういうふうなね、いただきますを言ったりとか、間違った時はごめんなさいっていうふうな常識ができるわけなんですよ。もちろんね、非常識な人生を送ってる私が常識をね、ここで持ち出すのもちょっとお笑い草かもしれませんけども、まあ隠居してる私から見てもね、常識は大事だと思うんですよ。で、あくまで非常識っていうのは、常識をマスターした人がプラスアルファの規範として非常識っていう世界に出かけてるだけで、常識を全く使えない人が非常識を論ずるものではないかなと思うんですよ。まあだから私はね、もうどうしようもない人間なのかもしれませんけども、まあで話戻しますけども、ちょっとこの事件ね、細かいところつくわけではないんですけども、言い方間違えたらすいませんね、まともな神経持ってたら、それはこれはね、パーティーとか断りますよ。あまりにも心が痛くってやってられないですよ。でももしかしたらね、安倍昭恵夫人が自分がやったことによってこんな大きなことになってるっていうのはつい思ってないかもしれませんね。安倍昭恵夫人は本当にね、善意で人生を送ってきて、そんなにね悪気もないし、深い配慮のもと自分がこうやったら、もしかしたら総理夫人ということで多くの方が気を使うんじゃないだろうかしらみたいに思わずに、いや私は普通の人なんで、夫はたまたま総理大臣という職業についてるだけよっていうふうにね、本当にこう割り切ってるというか、そこまであまり、まあ深いことを考えてないのかもしれないです。ちょっと表現難しいんですけども、まあ、そうなると罪のない罪っていうのがあるのかなと思うんですよ。だから安倍昭恵夫人をね責めすぎるのもどうかなと思うんですけども、今回の動画の結論としてね、先ほど橘高さんの動画も見たんですけども、
ここはね、女性の力が多分概要を究明させるものすごく大きな力になると思います。まあ、ですんでね、ちょっと申し上げたいんですけども、森友問題でも奥さんの存在が、籠池さんの奥さんの存在がね、結構大きなものになりましたし、それからお亡くなりになった赤木さんね、赤木さんも奥さんが勇気を出して、今回ね手記を出されたっていうこともあります。遺書を出されたってこともあります。今度は3人目の女性の勇気として、安倍昭恵夫人が、私はこういう理由で名誉校長の座を下ろさせていただいたんです、もしくは私はこういうふうに森友事件、籠池さんに対して思ってるんですってことをね、一歩前に出てみると、一気にね、これ事件解決するんじゃないかなと思うんですよ。そして私、本当にね、誤解も込みでお叱りも承知でですね、ちょっと言わせてもらいますけども、全ての発端っていうのは、安倍総理が森友問題に私が関わったらね、妻が関わったらもう総理大臣も国会議員も辞めるって言った発言に、多くの方がやっぱりね、気を使って、いや総理に辞められちゃ困るから、なんとか総理を守らないとねというふうに善意で動いた部分もあると思うんですよ。そうなると私はね、こういうふうに思うんです。総理が辞めなくてもいいし、国会議員を続けてもいいから、真相の究明だけしましょうと。で、真相の究明が完全にできたら、誰を罰することもないから、だから真相の究明だけにみんなで力を合わせませんかっていうふうになったらどうかなと思うんですよ。ちょっとね、私の勝手な意見で申し訳ないんですけども、真相の究明ができたら、もうね、誰を罰するとか、誰に罰金を課するとか、誰の国会議員の、なんですかね、免許を剥奪するとかね、資格を剥奪するとか、誰を牢屋に入れるとかっていうのも考えなくていいじゃないかと思うんですよ。全て真相が明らかになる、もしくは真相を明らかにすることに積極的な人には賞金を出してもいいぐらい、そのぐらいね、もう隠さなくていいんだよってことをね、やっていって、もう事件の再発防止ですよ。でもうあれですよね、そうなるとあれでしょ、黒川さんのむちゃくちゃ人事も撤回して、稲田総長を当てればいいじゃないですか。で、森法務大臣も、今までは私はね、総理を守るためにいろんな答弁やってましたけども、本心では私は法律家なんで、承服しかねることが多かったんで、これからはね、真っ当な法務大臣としてやっていきたいですっていうふうに、もうなんかすっきりしましょうよって話なんですよ。もうだって嘘はバレまくってるじゃないですか、こんなので。嘘はバレてるけども、でもなんとか取り繕って逃げ切ろうとしてるだけじゃないですか。で、これってのは、これから続く日本国家、もしくは国際社会の中における日本という地位を非常に危うくするんですよ。安倍さんのそのね、まあ総理大臣はいつか辞めると思いますけども、国会議員としての立場を守るために、日本国家そのものをそんなに安っぽく売り渡していいのかなと思っちゃうんですけどもね。皆さんからもね、ちょっといろんな考えをお聞かせいただきたいと思います。全然安倍昭恵さんのこと記事の方とか触れてませんね、すいません。いつもながら私の勝手な思いをね、ぶつけただけの10分間でしたけども、動画説明欄にこの、記事 URL つけておきますので、あとは皆さんで考えてください。すいません、意見がありましたらまたコメント欄でね、いろいろお寄せいただければ参考にさせていただきます。本当にね、コメント書いてくださる方、表現のきつい方とか、すごくね、乱暴な方もいらっしゃいますけども、すべてのコメントに学びがあります。本当にその通りだなと思えることが多いですから、まあどんなことでもいいですしね、私の喋り方が気に入らないでも本当に結構ですから、その通りでございますんでね、私の見識がね、浅いとかね、その通りでございますんで、いろいろお叱りをいただければ、私もね、次の糧になると思いますんで、本当によろしくお願いします。ありがとうございました。